2022年、我々怠惰高専は、また一人の高専生に出会ってしまった。彼の名は、デュエリスト。カードゲームを愛し、高専に愛された男。そんなカードゲーマーの一日に、我々は密着した。現在は春休み。今回は前回の怠惰高専とはまた違い、春休みの高専生の一日についてご覧いただこう。まあこれそうですね。まあ、カードゲームは私にとってまあ人生ですね。はい。と高専は私にとって専門科目の中になんかやりたいことがあれば天国、なければ地獄って感じですね。はい。なんだろう、別に、在学中にやりたいことを見つけてもいいけど、マジで勉強むずいです。自分も、なんだろう、つい先日まで留年の淵をさまよってたんで。留年の危機。それは、学生にとって、いや、人にとって、一番なってはいけないこと。彼の身に一体、何が起こったというのか。我々怠惰高専はそこに迫った。この動画は撮影編集をハト、出演がデュエリストでお送りいたします。デュエリストという名を持つ以上、朝から遊戯王をやるのは当然のことである。ここで視聴者の皆様に遊戯王の簡単なルールについてご説明しよう。遊戯王とは、私とあなたのターンを交互に繰り返し、手札から召喚したモンスターなどで相手を攻撃し、先に相手のライフポイントをゼロにすることができれば勝利となる。こんなシンプルなルールだが、さまざまなトラップカード、マジックカード、モンスターカードによってそのゲームはより複雑化されていく。この画角的に相手のカードやプレイヤー名が見れないのは、デュエリストの配慮なのか、それともデュエリストのカメラセンスが悪いのか、ここはわからないが、今彼は遊戯王デュエルリンクスをプレイしている。遠隔授業中も、ああ今デュエルリンクやってるから、ちょっと見てないやと意気揚々と言っていたのを覚えている。その授業はいいねが必要な授業だったので、彼は無事出席できたのだろうか。ようやく自分のカメラワークがゴミだったことに気づいたようだ。ここまでの流れを見て皆さん分かったと思うが、何をやってるのか素人には一切理解ができない。手を出せない。遊戯王とはその領域に達しているということだ。ミーハーどもがやるようなゲームではない。このバトルの勝敗が気になるところだが、このゲームはあと数秒で終わってしまった。先ほどの遊戯王が終わり、そして昼飯。彼にとってはカードゲームをやることが
自らの養分になり、明日を生きる活力になっているのだ。彼が今やっているのは、デュエルマスターズというゲームである。ここで、デュエルマスターズのルールも簡単に説明していこう。まずは、デッキについてだが、デュエルマスターズは40枚で、同じカードはデッキに4枚まで入れることができ、カードにはクリーチャーと呪文があり、彼らを使うには、そのカードごとに必要なマナを支払うことで発動することができる。まず、試合の流れだが、まずは対戦相手との握手をし、互いにデッキを交換してシャッフル。そしてシャッフルを戻したら、上から5枚をシールド、そしてもう5枚を手札にし、じゃんけんを勝った方が先行でデュエルスタートする。自分のターンになれば、カードを1枚ドローし、マナゾーンに1ターンに1回マナをチャージすることができる。マナチャージが終われば、必要なマナ数をタップし、クリーチャーの召喚や呪文を唱えたりする。これをターンごとに繰り返し、相手プレイヤーのシールドをすべて破壊し、プレイヤーに直接攻撃を決める、もしくは相手プレイヤーの山札をゼロにすることで勝利、その試合に勝利することができる。私自身もデュエルマスターズは長いことやっていた。はい。今、ちょっとテスト2週間前なんですけど、作りたいデッキはできたので、回していきたいと思うんですけど、ね、いつもは、こういう風に、まあ、ポケカのカードに、適当にデュエマの、折り返す、なんか、デュエマの、この名前を書いて、まあ、それの、高いんで、ちょっと、これで一回作ってみて、回してみて、って感じですね。で、対する相手が、あ、片手だと開かないな。ああ。はい。対する相手が、まあ、デドダム、ベラドンナ、で、まあ、あれですね。いわゆる、アナカラーハンデスの、キュキュラキュラックス型ですね。なんか、純環境、今の環境じゃないんですけど、ちょっと前まで環境だったということで、これと、これをぶつけていきたいと思います。今ご視聴の皆さんはこう思っただろう。そんなことより勉強しろよと。専門科目は大丈夫なのか、理数系は大丈夫なのかと声をかけたくなったかもしれないが、一応我々取材陣も声をかけたのだ。しかし彼は止まらなかった。この今流している映像は倍速しているわけではなく、本来のスピードで撮影をしている。つまり彼は、テスト2週間前に、自分の勉強時間を削ってまで、自らの思いついた最高のカードたちで作ったデッキを回し、全国、全世界に広がるデュエリストたちとの戦いにいつも備えているのだ。試験勉強というテストという巨大な怪物を打ち倒すための準備期間はあっという間に過ぎ去ってしまうというのに。はい、ということでね、まあちょっとぐちゃぐちゃしててよく分かってないと思うんですけど、今回の勝負はこちら側のね、新しく作ったデッキ
方が勝利ということで、やっぱりね、このデッキの魅力は引き次第で、でミステリーキューブっていうカードがあるんですけど、そのカードの、まあ、運が良ければ、もうどんなデッキにも勝てるカードがまあ、いろいろ入っているので、そこを出せれば勝てるんですけど、今回は運よくそれができたので、勝てました。で、こっちはですね、まあ、そうやって相手が展開してくる前にハンデスをしたかったんですけど、未完成ハンデスの札がちょっと手札になかったので、引きに行ってたら時間が来て、負けてしまったって感じですね、じわじわと。まあ、テッドラムドの除去能力で、まあ少し、なんでしょうね、時間稼いができたんですけど、まあこちらの運が強すぎましたね。ということで、まあいつもこんな感じでカードゲームのデッキを作ったり、まあ少し回をさせたりしています。今までご覧いただいてきたような生活を彼は24時間365日続けているそうだ。そこで我々取材班はここまでカードゲームにかける熱意は一体どこから来るのだろうと思い、彼にいくつか質問してみることにした。まあこれそうですね、まあ、カードゲームは私にとってまあ人生ですね。はい、幼少期はなんかイラストがかっこよかったりとか、まあ可愛かったりとかしてたんで集めてたんですけど、まあ中学生になって、効果の面白さとか奥深さを知ってからはまあ、人生だと思うようになりましたね。はい。まあ、人生にもカードゲームにも、どうしても振りたい面っていうのが生まれちゃうんですよ。でも、例えば、なんだろう、人生では苦手な人だったりとか、カードゲームではメタカードを積んだデッキとか、まあフリータイミングがあるんですけど、どちらもなんかプレイングで、まあプレイング次第で勝てることがあるんですよ。だからまあどっちも、人生もカードゲームも同じようなもんかなって思いますね。まああとカードゲームからなんかどんなフリータイミングでも諦めない心みたいなのを学んだんで、まあ人生と言っても過言ではないでしょう。次。そうですね、なんか、基本カジュアル勢でデュエマしかやってないんですけど、一応遊戯王とポケモンカードのデッキは持ってるんですよ、デッキは。で、まあそれを踏まえた上で言うと、デュエマはなんか面白い効果のカードっていうか、ネタカードが多いんですよ、デュエマ。例えば、なんだろう。なんかその場でカラオケ一曲歌って、何点以上だっけ ?80 点以上だったら1枚ハンデスできたりとか、自分の手のひらをゲーム台の上に置いて、その上に重ねて進化したりするクリーチャーがいたりとか、まあいろいろ、まあネタカードが多いんです。それがまあ魅力の一つだと思います。次、遊戯王はですね、なんか相手ターンにできることが多いですね。トラップカードとか、手札誘発とか、まあハルラザが増殖する字とか、有名だと思うんですけど、そういうのが、魅力です。ポケカは、まあ、ドローソースが異常です。まず、おかしいです。あれは、まあ、アララギ博士とか、今使えるかわかんないけど、なんか、手札全部捨てて、なんか、7枚ドローだっけ ?8 枚ドローだっけ ?6 枚ドローかかんないけど、確か7枚ドローだった気がするんですけど、7枚って、まあ、他の、で、まあ、ジュエマじゃ考えられないですよ。でも、ポケカだとそれができるので、ドローしたい人は、まあ、ポケカかな、みたいな感じがありますね。今回の動画では、デュエリストという一人のカードゲーマーであり、高専生の男に密着した。高専では、放課後の時間が長く、自分に使える時間がとても多い。その膨大な時間を彼はカードゲームに費やしているのだ。他にも、トーイック対策をしたり、自分の取りたい資格の勉強をしたり、自動車免許の取りに行っていたりと、いろいろな時間の活用法があるが、彼はその中でも、カードゲームという一つの戦いの場に身を投じているのだ。最近彼は麻雀にハマっているようで、近頃、チャンソーという名前に変わるのも近いかもしれない。